じゃあまあ、突然飯の話題になったところで、うん、それも断ち切り、うん、お助けトランプに助けを求めましょうか、うん、もう今回からね名称が変わりましたよ、うん、トランプに助けてもらおうという、うん、まあまあどういう意味かお察しでしょう。もうお察しでしょう、うん、そんな広げることもないでしょう、うん、じゃあ今回も、お助けトランプ行ってみたいと思います。行ってみたいと思います、6つの話題の中から、1つをランダムでトランプで引いて、その話題について喋り合うという、コーナーです。これがまたなかなかね、うん、まあ便利やし、なんかあれやねんけど、まあ考えるのがなかなか難しいっていう、ね、運の要素が強いんで、うん、そう、なんかあんまりこう同じような話題があったりすると、なんか違う話題にしろよという声も聞こえてきそうやけど、それは置いといて、それは我々の力量にかかっているトーキングセンスにかかっている、うん、6つの話題は事前に決めてあります。それでは、今日もシャッフル行くぜ。何が出るかな、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 タタタタンタンタタタタン、ほっ、ワン、一番エースでございます。エース麺類についてと。麺類、これは我々結構得意な話題、ね、そうやな、麺類ね、麺類大好き、うん、なかなか、まあ一番行くと言ったらうどんでしょう。うどんでしょう。もう正味週1以上のペースで家の近くにあるうどん屋に通い詰めてるって。ああ、なるほどなるほど。まあでもオールマイティ行けるって言ったらそっちの方がうどんとしては適してるやろうな。っていうと、どういうこと？俺ってさ、夏でも冬でもいつであろうがこう何、麺あったかい飲んで汁なしで醤油ぶっかけて食うみたいな、はいはい、ずっとそれやんか。普通の汁うどんっていうのはあんま食わへんねん、もう最近。あったかい、うん、麺があったかいやつだけ食うみたいな、ざるうどん自体も食わんみたいな。ああいうのはなんていうのかな、ぶっかけじゃん。あ、ぶっかけやな、うん、ぶっかけやけど、なんかまあ醤油うどんとか、うん、でも多分あれやん、実際ぶっかけうどんって言うたらぶっかけうどんじゃないやつが出てくると思う。ああ、うん、そうか。なんか汁少なめな、なんかうどんみたいな感じので、なんか向こうのやつではぶっかけうどんってなったんですもんって。向こうではおろし醤油うどんって書いてあったけど、それかあのほら、去年食べに行った、香川うどん、いや、かあ、まあ、香川もそうやけど、うん、あの三重でさ、ああ、伊勢うどんか、あれ、まあ、あれはなんか麺が結構独特やった、独特やったから麺が結構なんか柔らかかったよな、うん、結構癖あったな、うん、あれはあれでうまかったけどな、醤油系の、うん、濃い味が合うよな、ああいうの、うん、あれで麺が硬かったらなっていうのがあったりしたけど、うんうんうん、まあ天ぷらがね、よかったね、よかったな。え、結構喉越し派うどんは、喉越し、まあ喉越しじゃ喉越しやけど、なんか噛み応えがあるのがいいね、うん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 、同じく、それは同じく、うん、なんか結構なんかツヤがあるタイプっていうかさ、うん、あの伊勢うどんって結構ねっとりしてるタイプ、うん、まあ、あれもあれでいいんやけど、俺その冷やしぶっかけうどんが一番好きやから、あ、うん、おろしつけたりとか、うん、やっぱその、まあ、喉越しって言うとおかしいけど、まあ、結構なんかうどん屋もそういう風に推してるやん、喉越しっていう。冷やしうどんの魅力って俺なんかいまいちわからへんくなってきてんけどさ、うん、なんやろうな、やっぱつるっといける、つるっといけるのはまず、うん、前提にあって、で、蕎麦よりもやっぱボリュームがあるからしっかり腹に、あ、うん、俺結構熱いものが苦手やから、まあ温うどんぐらいのあったかいのやったら冬には食べたいですね、うん、けど結構年中通して俺も冷やしやから、うん、まあ単純に俺が好きっていうだけだから。冷たいのってなるとなんかこう何、冷たいのって言うたらさ、うん、さっと行きたくなるやん。そうやな、さっと行きたくなるのに、なんかうどんやとなんか、うん、まあ麺が太いから、うん、なんかこれ冷たいので食うのっていうなんかあのがあって、なんかこう食った時になんか冷たいんやったらもう、うんうん、もうこれの半分ぐらいでええわみたいな気持ちになってしまう、ね、うどんやと結構。なるほどな、うん、でうどんって結構味もなんかまあそこまで味するわけじゃないけど、ちょっとなんか麺類の中では重いというか、うん、うなんかまだ個性があるというか、うんうん、その麺単体で食ったとしても
だから多分結構俺と柴田さん真逆で、うん、あの柴田さんは腹を壊しやすいし、うん、でもともとあったかいものが好きやから、うんうん、その割と年中あったかいもの、ね、そうやな、うん、まあまあ確かにそうと言われればそう、うん、で俺結構年中冷たいもんで、うん、冬とかでも飯の時には結構冷たいお茶飲むんで、うんうん、うどんもその冷たいの頼むし、うん、まあで結構俺あったかいもん食う時な、うん、スイッチ変えなあかんねや俺の中のスイッチ、うん、なんかいやあったかいもんも俺結構好きやねん、うんうん、好きやねんけどぼーっと過ごしてると俺冷たいもん食っちゃう、わかる？あーなんか暑いもんやとなんか暑いっていうことを認識していくわね。そうそうね、なんかその食後にあちょっと気持ち変えてお茶飲むかみたいな、あったかいお茶飲むかみたいな、ちょっと気持ち変えてみようかって意識した時にあったかいものを食べる、うん、普通のに過ごしてる時は結構冷たいもん、うん、まあ好みの問題だな、うん、なんかそんな暑いもんいらんねんやから、うん、まあ好きやねんけどな、うん、好きやけどちょっと気持ちを切り替えたい時に食べる感じやな、うん、まあ持続させてはいらんねんやから、うん、そうなってくる。まあ冬とかもちろん寒っていう時はあったかいものを包んで食べるけどな。なるほどな、うん、俺はもうさっき言われたようにあったかいのやからな。まあでもな、うん、麺まあうどんから変えるけど、うんうん、そばやと、うん、これざるそばやねんな。これがまあ、うんまあ、難しい話で。なるほどな。だからこれはな多分な、うん、俺うどんやと、うん、あったかい方が味として考えたら美味しいっていう考え方やん。なんか、うん、あったかいのが好き、まあそれもあるかもしれないし、うんうん、まあ腹があれっていうのも合ってるけど、うんうん、そのざるそばやったらもうこうめんつゆつけてそば、うんうん、の味もなんか引き立つし、うん、なんか冷やからさっと食えるっていう意味でなんかこうそばやったらざるそばかなみたいな。確かにな、うん、うどんの味が多分引き立つ温度はあったかい方や、ね、うん、そばは多分冷たい方が味は出る、うん、でも俺結構そばな、あのこれまたややこしい話やけど、うん、小さい頃めっちゃざるそば好きで、うん、定食行ったら絶対ざるそば頼んでて、うんうんうん、でも俺はどっちかっていうとうどんにはまりだしてから、うん、もう冷たいざるそば頼むやったら俺ざるうどん頼むわって感じになって、あ、うん、でそっからなんか逆にそばあったかいのも好きになってきて、あの、うん、年越しそばとかさ、うんうん、天ぷらそばとか、うん、逆にあんなをそば屋と選択するようになってきたかもしれへん、最近の話ほんまに。あ、うん、まあざるそば昔は好きやった、うん、俺逆そう考えたら逆だな、俺真逆やな。ざるうどん俺ちっちゃい頃好きやったけど、うん、年食い出してからざるそばの方が好きだった。あ、なるほど、逆のルートをたどってるな。そばはなんでな、俺なもしかしたら関西よりなんか東京とかの方がちょっと好きかもしれない。あったかいのはな、どう違うの？なんかこう何向こうの方がイメージやけど、うん、麺が太くてだしがなんかこう黒いというか、うん、濃いというか、うんうんうん、甘みが強くてなんか濃いみたいな、こっちのやつちょっとかつおだしっぽいというか、そうやな、うん、辛めのさっと食えるような、うん、まあわかんねんけど、でもなんかこうそばにしてはパンチ足りひんなみたいな感じがあるねんな。そばはちょっと甘みがある方がうまいよな。まあ太いのもまあいいけど、でもなんかこうちょっとな、なんか黒めのだしで、それでなんかこうみたいな、そばを結構なんか押し上げて助ける感じの味の方がなんかこういいというか、うん、なるほど。だからな、こう、何まあ、どん兵衛なんか、ちょっと下の話になってしまうけど、うん、なんか、どん兵衛で、なんかその鴨ネギそばとかあるやん、うん、ああいうのやったりすると、ちょっと油の入っただしみたいな感じになるやんか。ああ、そうやな、そのついてるやつかな、つゆが、うん、だからなんか、あれやと結構スースーいけるから、なんか肉の出汁があった方がいいんかもしれない。あ、なるほど。蕎麦やとちょっとなんか普通の出汁やとちょっとパンチ足りへんから肉の出汁入れてこう油もう出てみたいな、うん、なるほど、うん、なんか結構蕎麦は助けがいるんかもしれない、ね、うん、いろいろと結構ね、あの今ちょっとバッと断ち切るけど、うん、麺類で話が広がっちゃって、うん、あと5分になっちゃうんですまあよろしいでございませんか。一個もう一個話題やって終わる。じゃあそうやな、うん、まあメリハリ大事ですから、うん、
ではまあうどんもそばも温も冷やもどっちもいけると、うん、まあそれは当たり前やけど、うん、だからどっちも存在するしな、うん、まあ次やる機会があったらまあラーメンとパスタとかね、うん、そうやな麺2をね、まあ、麺その2を開催しようじゃあちょっとあと5分やしトランプを切りましょう。何人か出るかな、何人か出るかな、何人か出るかな、何人今切れてなかったな。パパパンパンパパパパン。2セカンド。1、2ときました。心霊オカルトときましたよ。ここに来て、ここに来て。心霊オカルトの話題ですよ。がっつり行かなあかんはずの話題やのに、しかもこの残暑のタイミングで。もっと先にやっとけよって感じがものすごいあるけどもあと5分でどうまとめろっていうのはこれちょっと神からの試練だねこれは、うん、なかなか難しいですよ。心霊体験したことある？ないどうよ、ない、ないあ、でもね、なんかね悪夢的なものなら結構あったかもしれん、ね、なんかこの最近やったりすると、うん、なんか体がこう動かへんなって、まあ寝ぼけてるんやろうけど、うん、なんかこうちょっと天井のとこに、うん、髪の長い女の人っぽいのがこうなんかこっちに向かってなんか連れ去ろうとしてくるような感じのがっつり心霊じゃないですか。そうそうそう、なんか心霊っていうかな、多分あれは悪夢やったと思うねん。金縛り的ななんか寝ぼけてるからなんか風の時とかあるやん、なんか、うんうん、分かる分かる、こうなんか周り歪んでて、うん、なんかあるな、足場とかなんかあんまつかへんなって変な感じになるみたいな、うんうんうん、あの類のもんやと思うねん。自分がなんか勝手に言うんだ、幻覚的な、うんうん、結構ああいうなんかさ、なんか寝るか寝へんかぐらいのそのちょうど夢見やすい時とか、うん、なんかほら、ね、現実か夢かちょっと分からん境目ぐらいの時って、うん、そのネガティブなイメージが結構反映されやすいらしくて、だからちょっとでもパッと天井見てるときに、うん、あ、怖い人出てくるかもって思ったらほんまに怖い人が出てくる。やっぱネガティブがすごい強く作用しやすいらしい、夢とかって。結構なんか幽霊の正体で実はそんなん多いと思うんだよな。まあまあそれもあるとは思うけど、でもやっぱりなんかこう何たまにさ、うん、すごい冷静に、あ、いや霊感あるけどみたいな感じでなんか当たり前のことのようにさっと話す人とかおるやんか、うんうんうん、なんか前もこれがあってとか、その話とかもなんか嘘つくような話じゃないから余計に信憑性があるね。そうやな、リアルやしな、うん、やっぱなんか俺らは体験したことないけど、うん、そういうほんまになんかそうやねっていう人の話を聞くと、うん、ああやっぱそうなんかなって思う。なんかまあさっとした話でなんかもうオチも意味もないねんけど、うん、なんか働いてる交番とこのなんか天井らへんの柱んとこに手がこう浮いとったみたいな、あとかいう話を聞いたりして、前もなんか虫おったわぐらいの話でこの話されてなんかそれはそれで怖いわ、怖いな、うん、なんでそっから手生えとってみたいな。結構そういう霊感のある人っていうのはなんか結構日常体験に近いらしいやん、うん、しょっちゅうあるみたいな、その気持ちがわからんからこっちはびっくりしちゃう、うん、まあそっか、まあ珍しいもんおったわぐらいの気持ちやねんそうやねんな珍しいもんおったそうやねんな、うん、でまあちょっと俺たちは霊感がない上に霊体験もしたことがないということで、うん、これが床の間霊感クオリティ寒くも何もならない、全然怖い話に発展しない心霊オカルト、まあまああれ、そんな広げる気はないけど、うん、親戚とかでやった、あった、あ、おったおった、やっぱり、うん、やっぱおるよな、まあ、なんかそういうのとかでするとまあなんか意外と近くにそういうなんか霊感とかな、うん、感じる人はおる。まあ俺たちには縁がなかったで、まあ幽霊とは会うことはないでしょう俺ら死ぬまで、うん、死んだらまあ俺らが幽霊になってちょっとな、まあ、俺も金縛りあるぐらいかな。あ、まあ金縛りは俺も会ったことある、うん、金縛り厄介やな、うん、なんかあれも結構なんかほら悪夢に近い状態でさ、なんかネガティブなイメージが、うん、まあ病気的なあれというかなんか体なんか病気的なあれがなんかあるみたいなことを聞いたことがあるんや、金縛りっていうの。あ、まあ体の作用だな、なんか筋肉が働かへんからどうやとかさ、うんうんうん、共通点やったりすると俺らあれやねんな、不思議なアリス症候群も同じやねんな、うん、そうやね、うん、アリス症候群、まあ、これ話し出すとまた長くなるからやけどまあ気になる人はちょっと調べてみてください、はい、不思議の国のアリス症候群、うん、はい、
患っております。我々ね、うん、まあ別にそんな大したことじゃないけどな、うん、結構多分体験してる人は多いと思う、うんうん、これは別にオカルトとかなんでもなくて、うん、結構そういうな、うん、割と体も自然な、うん、なる人はなるみたいな感じ、うん、名前の割に別にそんなええもんではありません、うん、そうやな、うん、まあ結構調べたらあこれあるなったことあるわっていう人結構多いと思う、うん、俺もそうやったらしい。でまあもう締めなあかんわけですよ、うんうん、まあもう今日で多分夏最後の配信、夏まあ、うん、実質8月最後の配信となったわけでございます、ね。まあ、ちょっとやけど幽霊話もできたできたって言ったら怒られるかもしれない、うんうん、夏のうちでよかったよ幽霊話できたよね、うん、幽霊話、うん、幽霊じゃないこいつら下着になってるみたいな、うん、幽霊話っていうかなんかあれああ我々が思いつく体験に近いものって言ったらそれだよねみたいな2割もないよ。2割もなかったな。ほとんどが蕎麦とうどんに支配されてる、うん、まあ、もう締めようがなくなったな、うん、ちょっとまああれでは、今日の話題ちょっと洗って、まあ、さっと終わりました、うん、今日の話題さっき最初はまあ残暑秋と続いて、うん、まあ結構続いたねこれは、うん、で次は麺類で、うん、うどんとそばで白熱しまして、うんうん、で最終的に幽霊オカルトっぽい話、うん、ぽい話よ、うん、言われもなかったけど、うん、こんな感じでまあまあ結構淡泊にお送りした気がするので、うんうん、まあ次回もこんぐらいトントンといけたら、うんうん、結構時間が長いんだなまたこれが、うん、そうだな、はい、じゃあ、9月にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう。